まあ、何か飲めよ。どれがいい？つっても場所柄、偏ったもんしかねえけどよ。さすがにマジモンは置いてねえが、肥料に牛の血使ったっつワインならあるぜ。ええ、確かに大事ですね。でも、あまり酔いすぎると仕事にならないので、一杯だけ。キス・イン・ザ・ダークは作れますか？ああ、18番だ。いい趣味してるぜ。俺もそれにしておこう。キス・イン・ザ・ダーク。今夜の話にふさわしい。あんたマロイだったか？すぐ持ってくから気にせずその辺に座ってろよ。ディナで構いません、ミスター・エレンブルグ。じゃあこっちもビルヘルムで構わねえよ。なんならベイでもいいんだが。いや、やっぱりやめとこう。理屈は説明できねえが、俺をそう呼んで生きてる真っ当な人間はいないんでな。呪いでもこもってんのか。とにかくまあそういうことだ。ビルヘルムでいい。俺の話を聞き終えたら、きっとそこら辺のこともわかるだろう。レコーダーの容量は大丈夫かい？結構長くなると思うぜ。そこは心配いりません。しかし、その…似合わねえか？思ったより俗っぽくて、イメージと違うって？すみません。率直に言えば、確かに。あなたのような人は、もっと何か違うのかと思っていました。おかげで眉唾臭くなってきたと。とは言いませんが、なぜ私のインタビューを受ける気になってくれたのでしょう。そりゃ決まってんだろ。あんたがいい女だからだよ。誤解しないでほしいんだが、俺は普段からどこにも隠れちゃいないんだぜ。好きなように生きてるし、好きなように動く。だから気に入った女を見つけりゃ、お近づきにだってなりてさ。まあ実際、ここ最近は気分が浮かれ気味だっていうのも認めるが。
なんだかあまりにあっさりとあなたに会えたので逆に戸惑っているんです。普段から逃げも隠れもしていないとそれは確かにそうなのでしょうが、あなたにはその、ああ、ガキどものことか。ええ、こう申し上げてはなんですが、狂信者がいるでしょ。ここのようなヴァンパイアバーであなたの名前を出せばまず生きては帰れないという都市伝説が生まれるほど、ヴィルヘルム・エーレンブルグの名はヴォルヘスハウスに集う若者たちにとってのカリスマです。あなたが実在するならなおのこと、一筋縄ではいかないだろうと思っていました。けどあんたは正面から突っ込んできた。他に手もありませんでしたし、おかしいですか。おかしいね。度胸がある。だからいい女だと言ったんだよ。加えて言えば運もいい。運は大事だぜ。俺はそれがねえからな、持ってるやつが好きなんだよ。ヴォルヘスハウスなんざ心に吐いて捨てるほどあるし、俺は他にもフラフラ渡り歩いてる。普通はタイミングも合わねえだろう。ですね。そこは本当に幸運でした。つまりお導きっていうやつだな。あんたと俺は縁がある。そういうわけでガキどもは追っ払ったし、邪魔は一切入らねえ。今夜は俺たち二人だけだ。朝が来るまであんたの仕事ってやつに付き合ってやるよ。さっきも言ったが、話を聞けば私の疑問も全て解ける。ああいや、そもそもインタビューってのはそのためのもんだろう。俺が俗っぽいのも呪いのこともなんで浮かれてんのかも順を追って全部全部な、知ってもらおうじゃねえか。知りてんだろディナ。ええ、そうね。教えてちょうだいヴィルヘルム。俺が生まれたのは1917年だったと思うが、細かいところはわかんねえ。忘れちまったというよりは確かめる術がねえんだな。土底辺の生まれなもんだよ。きっと戸籍なんかは存在しねえし、それが特別おかしいと思われるような時代でも国でもなかった。ま、とにかくこんななりだが、もう結構なジジイだっていうのは確かだぜ。生まれはドイツなのでしょう。ああ、ドイツのハノーファーだぜ。当時は国内のどこでも同じだったろうが、ありゃ一言クソダメだったな。騎士屋なんざやってるんだ。学校で歴史のお勉強はしてるだろう。要は敗戦国の必然ってやつ。くだらねえ話だよ。
俺の母親は姉だった。え？知らなかったか？乗ってるとこには乗ってる情報なんだがな。勉強不足だぜ、ディーナ。戦場の吸血鬼。第二次大戦からこっち、世界中の紛争地帯に現れる白い顔の SS 将校。さまよえるハーケンクロイツ。その名は、ビルヘルム・エーレンブルー。我ながら、口に出すのも恥ずかしくなってくる呼ばれようだが。お前さんはそれを取材に来たんじゃねえのかよ。ああ、その、ごめんなさい。確かにそう。勉強不足ね。母親が姉。つまりそれは。だな。これも騎士屋ならよく聞く話じゃねえのかい？聞き慣れてても、やっぱり気持ち悪いもんは気持ち悪いか？いえ、そんな。そこについてあなたに非はない。だから、あなたをそんな風には全く。そうかい。俺は未だにてめえの血ってやつが気色悪くて叶わねえがな。こんなの誰でもそうだろうが、生まれる前の記憶なんざ当然ねえ。だから俺が、いつ誰に種付けされたのかなんてわかんねえんだよ。そこは母のみぞ知るって言いたいとこだが、きっとお袋もわかんなかったと思うぜ。娼婦だったしな。そういうわけで血筋は状況から推察するしかないわけだが、多分間違いねえだろう。俺の一番古い記憶は四五歳の頃、夜に箱から出て家の中を歩いてたら見ちまったんだよ。親父と姉貴が、まあ随分と励んでんの。箱？ああ。何の変哲もねえただの箱だ。きっとそれが俺の寝床で避難場所だったんだろうや。わかるよな。俺は日光が大嫌いってことくらい。親父は戦争で片足もがれて、軍からも放り出された負け犬でな。他にやることもねえもんだから酒飲んでるか、てめえの娘と逆ってるか、そこら辺にクソ垂れ流しながら俺を殴るか、そんな印象しか残ってねえな。そんな生き物だったんだろう、ありゃ。それでお袋は、つうか姉貴は、あんどくせえな。エルラでいいや。そういう名前だったんだけどよ。そのヘルガもあなたを殴った？いや、むしろ優しかったぜ。ビルビル、私の大事なビルヘルムってよ。あんな甘ったるいてめえの世界に酔っ払った感じの声はよく覚えてる。バカな女さ。頭が弱いから、いつもドイツからも食い物にされる。にもかかわらず状況を分かってね。客観視っつう能力が根本から抜けてる類のやつだったな。とにかくそんなこんなでよ。ほら、なんとも愉快な家族に囲まれて育ったわけだが、言ったように昼間は自由に動かねえ。とはいえ夜は夜でヘルガと親父がお遊び中だ。見てて面白いもんでもなかったし、腹も減っていたからよ。俺がやってたのはもっぱら狩りだ。最初は虫、次にネズミ。慣れてくりゃ、たまには小鳥も捕まえられたし、食って飢えを満たしてた。そんなある日、ふとわかったのさ。ああ、俺はこういう生き物なんだってよ。ヴァンパイア？
そうさ。なあ、これちょっとした奇跡で真理だと思わねえか。だってよ、少し考えてみてくれよ。当時の俺がそんなもんを知ってるわけがねえだろ。教育なんてこれっぽっちも受けちゃいねえし、家には絵本の一つもねえ。ブラム・ストーカーの怪物にインスピレーションなんか授かるはずもねえんだよ。だから当然パクリなんかじゃありえねえ。俺はオリジン、自力でそこに至った本物なのさ。まあ、後になってちゃんと調べたからこそ、今こんなことを言えてる事実があるんだがよ。それでも大事なのは、最初の瞬間。俺が誰に教わるでもなく真理にたどり着いたって言ってんだ。そこから先は早かったぜ。なんせ自覚するってのは力になる。狩りはどんどん上達したし、俺自身も強くなった。野犬の群れに囲まれても、逆に食い殺してやれるくらいにな。しかしだ。困ったことに、そんな獲物じゃ満足できなくなっちまった。しょうがねえ話だろ？成長すれば求める質も量も上がる。もう犬猫なんかじゃ足りねえんだよ。もっと熱い血が欲しかったんだ。それで、あなたは？ああ、人に言ったぜ。自然なステップアップっていうやつだ。最初は赤ん坊だったかな。さらってきたよ。その後もしばらくいろいろやってた。喧嘩売ったり買ったりよ。ちょうどその頃だ。庭に埋めてた骨の山がヘルガに全部バレたの。でだ、またしても俺はふと思ったんだよ。なんでこんなのが親なんだって。近親相姦がどうのこうの、社会倫理がなんだのと、そういう価値観は知らなかったし、今も言うほど気にしちゃいねえ。だが俺は違うもので、こいつらはなんか気持ち悪いもんだっていう認識はあったんだ。平たく言えば、ずっとムカついてたんだろうな。親子、血のつながりってのは感覚的に分かってたから、俺がこいつらに作られたんだと思うと気が狂いそうになったよ。殺したぜ。俺の始まりをぶち壊さねえと、俺本当の意味で生まれたことにならねえ。つまりこれはなんて言ったらいいのかな。生まれがあなたを縛るから、その始まりを清算しようと思ったのね。そう、それだ。きっとそういう理屈だよ。我が始まりよ、灰になれ。そう考えりゃ、俺が本当の意味で自分を確信したのはヘルガを殺した時なのかもな。まあどちらにせよ、自力で真理にたどり着いたってことに変わりはねえ。バラす時に犯してやったが、あれにしたって俺が生まれた肉壺をぶち壊したかったからだしよ。すっげえ興奮したし、行きまくったぜ。まさに神聖の快感ってやつだ。あ、いや悪い。女の前で聞きと話すことじゃなかったな。短くこう認識してくれ。ヘルガは俺の最初の女で、なんともいい具合だったってよ。
いくつか質問していいかしら。父親は？殺したぜ、ついでにな。ヘルガはあなたをいさめようとしたのかしら。わかんねえな。呼びつけられるなりぶち殺したからよ。ただあいつ俺にお説教なんてするような奴じゃなかったぜ。案外とあなたに殺されたことを喜んでいるかもしれねえな。愛する息子が本懐を果たすための礎になれたんだからよ。じゃあその出来事はあなたにとって大きな意味を持っているのね。そうだな。未だにあの時以上の達成感に包まれたことはね。だけどあなたは最初にこう言ったじゃない。今でも自分の血が気持ち悪いと。親を殺して生まれの呪縛から解き放たれたはずのあなたがなぜそんなことを言うのかしら。申請したんでしょ、本当の自分を掴んだ吸血鬼として。せっかちだな。そこはこれから話してやるよ。ヘルガを殺して以降しばらく、そん時のことはまるで語るに値しねえ。当時は幸福絶頂だったが、今思い返せばアホらしい、単なる井戸の蛙だったぜ。だから一気に10年くらい時間を飛ばすぞ。あら、1939年、確か、暮れの出来事だったな。ハイドリヒ卿との出会い、国宴卓の連中。あの時代、俺ら13人が何を思って何をやり、何を目指すに至ったのか。そして、これからどうするのか。あくまで俺が見てきたことしか言えねえから、全体は不明だし、勘違いだってあるかもしれねえ。しかし、嘘だけは言わねえや。Kiss in the dark。さっき飲んだカクテルだが、俺の魂にはそれと同じ名前の門が宿ってるのさ。ロマンチックな話だろ。始められるだろう。赤くしたら